殺人事件1打点如き湯の町慶と右側から十丁の沖合にある日踊島との間に半ば朽ちた粗末な木標が延々とかかっているそして土地ではその橋の名を詩人清州氏の故障が始まりで のの橋と呼んでいるのだその名は言うまでもなく、日鎧島には兼常達明博士が私費を投じた天女園来療養所があるので、橋を渡る人たちといえば、ことごとくが優秀に閉ざされた排出者か、その家族に限られていたからであった。ところが3月14日のこと。 前夜の濃霧の名残でまだ焼き色のもやが上空を漂うている正午ごろにその橋を実に憂鬱な顔をしてみ水凛太郎が渡っていたせめて四五日もの静養と思いせっかく無理を重ね作った休暇ではあったがその折も折、り校内において失楽園と呼ぶ研究所に 奇怪な殺人事件が起こったのであるから、対岸に友人典水の滞在を知る以上副院長のずみ博士がどうして彼を逸することができたであろうかまた一方の典水も外面では渋りながらも内心では仏然と好奇心が湧き立っていたというのは金ネガから院長金ね博士の不思議な成功と 失楽園にまつわるさまざまな風説を伝え聞いていたからであったさて、まずみ博士にあった壁刀から、のり水に失楽園の秘密っぽい空気が触れてきたまずみ氏は、まず自分より適任であろうと言って、失楽園専任の助手、京丸医学士を電話で招き、そうした後に、 こんな意外な言葉を口にしたのである。僕が座業所に一度も足を踏み込んだことがないと言ったら、君は定めし不審に思うだろう。けれども、それがみじんも偽りのない実相なので、事実、川竹に京丸という二人の助手以外には、この私でさえも入ることを許されていなかったのだ。つまり、あの一角は、 院長が作った絶対不審の秘密卿だったのだよところで殺されたのは助手の川竹医学士だこれは明白な他殺だそうだが妙なことには同時に院長も異様な急死を遂げているとにかくこんな田舎警察にも万代不休の長所を残してやってくれたまえ その時三重格好のずんぐりした男が入ってくると、ま、ずみ氏はその男を京丸医学士と言って紹介した。京丸はまるでフ朽でもあるような泥色の黄ばんだ皮膚をしていて、見るからに沈鬱な人相だった。しかしのりみずはまず現場検証以前に失楽園の本体と三人の不思議な生活を、 京丸の口から聞くことができた院長が座業礁の上に失楽園の建物を建設してから今月でちょうど満3年になりますがその間完全死老の研究が秘密に行われておりましたつまり防腐法と非重法それからマルピニシ粘液網保存法とが主要な研究項目だったのですよ そして、その間、私と川竹は、高級を餌にされて、失楽園内部の出来事について、一切公害を禁ぜられておりました。で、この一月に完成された研究はともかくとして、ここに何より先に言わなければならないことがあります。というのは、過去3年を通じて、失楽園にもう一人、秘密の居住者があったということなんです。 と、京丸は海中から慶詩のつづりに「伴を三木恵胸中手記」と題した一冊を取り出したとにかく院長が書いたこの序文を読めば院長という人物がどんなに悪魔的な存在だったかまた病苦に歪められたその丹美思想がどういう凄惨な形となって現れたかは詳しくお分かりになりましょう そしてこれが完全四郎の研究以外に失楽園で過ごされた生活の全部だったのです。放送下と花食い鳥の図模様で飾られた表紙を開くと、のり水の目はたちまち冒頭の一章に吸い付けられていった。バツバツ六年、九月四日、夜は岩章の間より、 左眼失明せる二十六七歳の麗しき漂流夫人を救えり所持品により本籍並びに万丈三木恵という生命だけは知りたれども道人は精神激動のためかほとんど言語を漏らさずすべてが憂鬱橋の兆候を示せりされど時たま発する言葉により道人が 小机剤の僧侶の妻にして、夫の嫉妬のために左岸を傷つけられ、それがひいては入水の因をなせしこと明らかとなれり。そのうち、世の心は次第に見木に惹かれていき、やがて享女と同棲生活に入りしこそあざましけれ。されど、世には一つの計画あり。まず、 その改底を不満がため、眼科での京丸に命じて、三木絵の左岸に義眼手術を施せり。しかしてその手術中、彼を強要して、生ける螺旋菌、梅毒菌を眼科後壁より頭蓋口中に注入せしめたるなり。実に大脳を蝕しんで、初期に螺旋菌が作り出すものは、 現実を超えたる架空の世界ならずや、すなわち世は、三木江に真秘境を発せしめて、それ特有の疑心妄想を機関と企てたる者なりき。果たして三木江の高き教養と脱俗の境地に過ごせし素質は、たちまちに自身を天人に儀して、とろめんの儒家主者音に遊ぶの様を歌い始めたり。 その聞き去るに堅き美しさは、この一生つづるのろうをいとわぬほどにして、まさに宝釈経や原神宗図の王女を要衆のごときは、到底必すべくもあらずと思いたりき。しかるに、その最中、世を驚かせたる者ありて、三木の解任を知れり、早速、沼津在の農家に送りて、 文弁を終わらしめ、再び本園に連れ帰りしは、本年の一月なりき。されど、その間において、三木江の心身には、果たしてキせるがごとく、痛ましき変化をきたせり。すなわち、螺旋筋の脊髄中に入りしためにして、運動に失調を起こり、下腹部に激烈なる頭痛現れて、 三木絵の幻想も苦痛に伴う悲哀の表現に満ち、けまんしぼみ、歯ごろも汚れ、とかいう天人水縁の様を歌うようになれり、書くなりては一路植物性の存在に退化するのみにして、治療の道はあれども、世にはすでに三木絵の必要なきことなれば、余す手段は暗視術のみなりというべし。 されど、自然は世の触手を待たず、三木絵に大福水晶を発せしめたり、六尺余りに飛来せる腹を抱えて、全身は古装し、遠前増史にある餓鬼の姿よりなき三木絵を見れば、ありし日の面影、いずこぞやと炭ずるのほかなく、天変の鉄砂の冷たさは、無限まさに宝永のごとしというべし。 ここにおいて、三月六日、石灰手術を行い、腹水中に浮遊せる幕の数十個を取り出せしも、余後の衰弱のため、その日永民せり。格のごとく、世は見木えに天女の一生を描かせ、一年猶予の陶水を貪りたるものなれば、その終焉の様を記憶すべく、 座魚症研究所を失楽園とは名付けたるものなりのり水が読み終わるのを待って京丸医学士は続けたしかし研究の完成と同時に三木絵以外に2つの死体を手に入れることができました2人とも療養所の入院患者で1人は 黒松十五郎という五重男で、珍しい消化状結節雷。もう一人は、これがアディソン病という奇病で、副腎の変化から皮膚が鮮やかな青銅色になるものでしたが、この方は、庄司鉄造という若い男でした。ですから現在では、三つの死体が完全な城に作られていて、 それに院長が、乙言彩色と呼んでいる、奇怪な装飾が施されているのです。三木絵は、膨らんだ腹をそのままに作り、他の二人には、明快の極卒が着る衣装をまとわせて、いわゆる六道図絵の多面像を作り上げたのでした。と、そう言ってから、京丸の目に、チカッと笑うような光が現れた。 ところが放棄上、死体保存の許可と取引代価を遺族の者に交渉することになりますと、偶然三人の代表が島へ渡ってきました。それが先をとい、つまり11日のことだったのです。すると、まだ滞在しているのですね。そうです。ですからこの事件は、簡単に3-2。 イコール1とは言えないのですよ。もちろん、交渉もやすやすとは運びませんでした。大体が死体の閲覧を拒絶した院長の措置から発したのでしょうが、黒松の弟も庄司の父親も大家に不服を言い出しましたし、ことに三木絵の姉で、かの子といって、全身が有図書館員だという、 旧西軍の女士官はこの手記を見ると途方もない条件を言い出したのですそれが金銭ではなく失楽園の一員に加えてくれというのだから妙じゃありませんかなるほど失楽園の一員にのりみずもげんそうに眉間を狭めると多分これを見たのでしょう と言って京丸は最後のページを開いた。その日付は手術の当日で「三木エエーミンス」と書いた次に一枚の「スペードの女王」が貼り付けられそのカルタの右肩に「コスター初版聖書秘蔵場所」とまた人物模様の上には「モルランド足」と書かれてあった。 モルランド足というのは確か八本指のいわゆる火星気形だったね。だがこれは暗号なのかなのりみずが小首をかしげながら尋ねると、まずみ博士はうなずいたが、その下から。だがコスター初版聖書とはと反問した。あったら大変だよ。それこそ歴史的な発見なのさ。 ノリミズは頭から信じないように世界最初の活字聖書は1452年版のグーテンベルク本だがそれと同じ年にオランダハーレムの人コスターも印刷機械を発明して聖書の活字本を作ったという記録が残っているんだしかしこの本は現在一冊も残っちゃいないけれどもグーテンベルク本は 時価60万ポンドと言われているんだぜだから、もしもこれが真実なら、実に驚くべしと言わざるをえんじゃないか。そう言ってから、京丸に。ところで、事件を発見した顛末を伺いましょう。院長と川竹医学士と、どちらが先でしたか。院長の方です。と言って、京丸は。 水をしたためた紙片を取り出し、のり水に与えてから。院長は、相当時期の進んだ結核患者なので、無風の夜には窓を開放して眠る習慣になっているのです。ですから、今朝の8時ごろでしたか、空いている窓から異様な死体がたやすく目に入りました。ところが、その胸を川竹へ知らせに行くと、 部屋の扉が押せとたたけど開かないのです。でも、1時間余り待っては見たのですが、いつになっても出てこないので、やむなく他の男2人と力を合わせて扉をたたき破りました。すると川竹は背後から心臓に探検を差し通されて、うつむけざまに殺されているのです。で、2つの部屋の状況を言いますと、 院長の部屋は中庭側の窓が開放されているだけで扉や他の窓は残らず鍵がかかっていましたところが川竹の方はどうでしょう全然密閉された部屋だったのですよそれから死体検案の結果は川竹はまず論なしとしても院長の方は詳細冒険を待つにしろまず急性の病死としか思われませんそれに 絶命時刻がまた妙なんですよ。院長は午前2時から3時までの間と思われますが、川竹の方は今朝10時の検視で絶命後2時間以内という推定しか得られんのです。つまり我々が立ち騒いでいる間に叫び声も物音も立てなかった犯人の陰微な暗躍があったわけですな。と言ってから、 京丸は狡猾な笑いを作って声を低くめた。ところが、のりみずさん。ここに見逃してはならぬ出来事があるのです。というのは、院長の死を発見する直前に、指導室の草下で、万丈かの子が、そっとうしているのを見つけたのでした。もちろんすぐ部屋に抱え込んで、着付けを与えましたが、その後は帰り見る暇がないので、 11時ごろになってやっと見舞ってみましたするとその時は平常どおりケロリとなっていていつの間にか寝台から離れて起き上がっていたのですすると川竹の死に対してかの子は明白なアリバイを書いているというわけですねのりみずは相手の顔にじろりと一別を与えて では、現場へ案内していただきましょう。二、六道図への秘密。失楽園は、日夜り島に続く山頂四方ほどの岩礁の上に盛り土をして、その上に建てられているのだが、周囲の鬱蒼たる樹木が、その全容を覆い隠していた。本島との間には、 羽ねばしがあって、その捜査は、院長と2人の助手以外には秘密にされているとかいう話である。中央の平地に、上手通りの配列で並んでいるのが、失楽園の全部であって、4棟とも、いずれも白塗りの木造平屋で、外観はありきたりの病棟と少しも異なっていなかった。のり水はまず 周囲の足跡を調べ始めたが、昨夜の濃霧で湿っている土の上にあるものは、発見する際の京丸のもののみで、結局それからは何も得るところがなかった。しかし、金ネ博士の部屋に入り、窓越しに対岸の一棟を見ると、はすかいに見える京丸の実験室が、これも窓が開け放たれているのに気がついた。 金ネ博士の部屋の窓は、廊下側の二つは単純なガラス窓で、それには掛け金が下りているが、中庭側の三つが開け放されてあった。扉は廊下側の東端に、そしてその側の右隅には寝台があり、その上で金ネ博士が、真意のまま獅子をやや畑気味に行がしている。年の頃は 五十四五で、ブリアン型の髭さえなければ、よほどいかつい顔立ちであろうが、その半ば口を開いた思想を見ると、ただただ安らかな眠りという他はない。室内には位置の異なったうど類もなく、どこといい取り乱された形跡がないばかりか、指紋や反石を証明するものも皆無であった。死体にも外傷はろか、 中毒死らしい兆候さえ残されていないのである。なお、絶命を証明する時刻は、正宅の上に投げた右手の甲の下で腕時計のガラスが割れていて、その指針が小二時を指しているだけでも明らかだった。やはり、心臓麻痺ですかな。死体をいじっている乗水の背後から、京丸が声をかけた。 空気洗足には猛烈な苦悶が伴いますし、流然や変天の形跡もないのですから、脳一血とも思われませんし、それに、こんな解放された室内では、有毒ガスは用をなさんでしょう。そうです。そうであってくれると、実に助かるんですよ。ノリミズはなぜか、反対の見解をにわせたが、今度は、 死体の周囲を調べ始めた。鍵束は枕の下にそっくりしていて、京丸の話では、各々の部屋ごとに鍵の形が異なっているそうであった。が、彼はすぐ寝台から離れて、付近の症状に目を留めた。その辺り一帯に、ひしゃげかわばった膀胱みたいなものが、4つ5つ散乱しているのであるが、その、 一寸ほどの袋底のものは、京丸医学士の説明により、がぜん注目されるに至った。実は私も、不審に思っているのです。これは、三木江の腹水と一緒に取り出された、膜能なんですからね。当時、三十いくつか取り出されて、現在は指導室のガラス板の中に貯蔵されているのですが、中には膜が、 相当強靭なものもあるのですよ。なるほどとノリミズもうなずいたが、まったく腹腔内の異物がこんなところに散乱しているなんて、実に薄気味悪い話です。けれどもそう思うのはこれを犯罪の標徴だとするからですよ。もし凶器の一部だとしたら。おおやおや 多殺説を持ち出されると前が私の部屋ですからね。しかしこの膜のうに有毒ガスを詰めたと仮定してもこれだけの距離を投てきする前に第一この薄い膜が無事ではいないでしょう。そうすると今度は中庭に足跡がないということになってしまうのです。と笑うような京丸の顔に則水は皮肉な微笑を投げた。 いやあ、足跡なんぞはいりません。大体いいこの膜能は中庭とは反対の方角から投げられているのですからね。膜能の一つ一つを指し示して。あなたはここにある全部を連ねていくと、その線が死体を中心とした半円なのに気がつきませんか。その放射状になんだか意味がありそうですね。 そうなると、後ろのガラス窓には、かけがねが降りているのですから、この形がなんとなく、博士に加わった不可解な力を暗示しているようじゃありませんか。とにかくこの状況は、明白に自然死ではありません。そして、他殺にしろ、自殺にしろ、この形に、博士の死の秘密があるのです。こうして、死因不明のままに、 博士の部屋を出ると、その足で調査を川竹医学士の部屋に移した。その部屋は、同じ胸の中で、間に小部屋を一つ挟んでいるのだが、窓はすべて閉ざされ、打ち破った扉だけが開かれていた。部屋の紙幣は、ほとんど実験設備が埋めていて、その中央に、真意の上に、ドレッシングガウンを羽織った、 川竹医学士が扉の方に足を向け大の字なりにうつぶしている。そしてその背後にはちょうど心臓部に当たるあたりにつかもうまらんばかりに深く一本の探検が突き刺さっているのだが血は傷口の周囲に盛り上がっているだけで付近には血滴一つない。おまけに室内で目に留まった現象といえば 死体の側かに椅子が一脚倒れているのみであった。なお探検も川竹の所有品で、犯人が手袋を用いたと見え、塚には指紋が残っていない。こうしてすべての状況が、その即死したらしいありさまと言い,い、何もかも博士の部屋と酷似していて、格闘の形跡はもちろんのこと、犯人が跳躍した後は、 どこにも見出されないのである。がしかし、扉の鍵が真意のポケットにあるところを見ると、密閉された部屋に身辺不思議な侵入を行った犯人の技巧には、乗水も幻惑に似た感情を抑えることができなかったのである。やがて、死体から右手の壁にある鳩時計が鳴き始めると、乗水はそのそばにある、 実験用の合戦までも調べたが、それが最後で全部の調査を終わったらしく、彼に逃げない吐息を吐いていった。これは全く手のつけようがない。内出血が起こって、外部へ流れた血が少ないので、刺された時の位置さえわからんのですよ。しかし、2時前後に博士を殺して、それから夜が明けて。 八時ごろ川竹を殺すまでに犯人は一体どこに潜んでいたのでしょうなと京丸が心持ちほのめかすように言ったがのみ水はその言葉に不快げな眉をしかめただけで答えなかったそして次に三人の来島者を尋問することになったが二人の男はいずれも京丸と同じく昨夜は就寝後部屋を出ず 今朝騒がれて初めて知ったというのみのことで、黒松久七郎という来患者の弟は、死体買い入れ代価の増額を希望しているのみであったが、庄司康則というアディソン病患者の父は、さすが職業が薬剤師だけに、病の性質上、死期の早かった点に濃厚な疑念を抱いているかのような興奮だった。ところが、 最後の万丈かの子になると胸に手を当てて思い出に浸るかのような彼女の口から影も形もない5人目の人物の存在を明確に指摘しているところの実に不気味な目撃談が図かれていったのであるたった一目妹を見たいと思ったばかりでした昨夜1時ごろあのひどいムの中を 私は白石室の倉庫へ参りました。で、どうやらこうやら、鎧窓のんだけを水平にすることができましたが、見えたのは袋のようなものが浮いているガラス板らしいものだけで、それが刷ったマッチの火に映っただけでございます。けれども、その時あの部屋の中に誰かいるような気配がいたしました。冗談じゃない。 三つの城のほか、誰がいるものですか。あの部屋は、院長以外には、絶対に開けられんのですよ。京丸医学士が、喧騒な声を出すと、かの子はそれを強く言い返して、それでなければ、妹はじめ、二人の方が生きていたことになるのです。実は私、不思議なものを見たのですわ。と、まざまざ恐怖の色を浮かべて、 かの子は語り始めたその折どこかで虹を打ちましたが私は最後に残った一本のマッチを擦りましたすると急にガラス板が真っ白な光で明るくなったかと思うとちょうど内部をかき回しているかのように袋のようなものが浮きつ沈みつ動いていくのですそれもほんの12秒の間でしたが 私はハッと思った瞬間、驚きと疲労とで気を失ってしまったのでございます。断じて幻覚ではございません。その真実なことはぜひ信じていただきたいと思いますわ。驚いた二人は思わず立然としたように視線を合わせたが、京丸は信ぜられないかのごとくにつぶやいた。もし、 中の膜能が破れてでもいるのでしたら腐敗ガスの散乱で動くこともあるでしょうがねしかしその光というのだけはどうしてもわからん確かに我々以外の人物が潜んでいるんだそいつがきっと犯人なんですよそして狐のようにトゲトゲしいかの子の顔を見つめるのだったこうして尋問は終了したが かの子はコスター聖書に関して、片言さえも漏らさなかったし、一方、のり水もかの子のアリバイを追求しようともしなかったのである。しかし、のり水は、何事か思いついたと見えて、京丸を残して、2時間ほど、この部屋を留守にしていたが、やがて戻ってくると、いよいよ最後の調査を、指導室で行うことになった。 死亡室は事件の起こった一棟の右手にあって、その部屋だけには窓に鎧窓がついていた。その二重扉の内側には、打天女よされ、とばかりに下界を指さしている通り天の主、大灼のガラスががはまっていた。そして扉の前に立つと異様な周期が流れてきて、その腐敗した 卵白のような異臭には布切れで尾行を覆わざるを得なかったのであるしかし室内にはかつて何人も見なかったであろうところの限界極まりない光景が展開されていたそれを陰惨などというよりも旋回万丈の回帰もここまでくれば狂気とか縁をとかいう感情などはすでに通り越していて まず一枚の密色が善とした神話風景といった方が適切であるかもしれない扉の右手には主ュ群青、王ー六章などの古代岩絵の具の色調が見事な色素定着法で表されている二人の冥界の極卒が突っ立っていた右はアディソン病患者の青銅器で 六章色の一柄をまとい、これはやや悲痛な僧帽であるが、左手の赤絹を着た周回な結節雷は、その消華系をしたかさぶたが、ほとんど鉱物化していて、中筋としか思われず、それが山岳のように重なり合って、目も口も塞ぎ、おまけに、その雲をつかんばかりの巨人が、金剛力士さながらに土調した獅子を張って、 口を貧ゆがめ半ば虚空を平弊しているのだそしてその二人に挟まってつくなんでいるのが頭髪を中央から振り分けて包茎形,形に結んでいる裸体の万を見木絵だった肋骨の肉が落ちくぼみ獅子が透明な琥珀色に痩せかれた白地の歌人は直径2尺に余る太鼓腹を抱えて 今にもそれがピクピク脈打ち出しそうだった。しかし、乗水はそれに一別をくれたのみですぐ城と窓との間にあるテーブルのそばに歩んでいった。三木絵の腹から出た腹水と、膜のうを入れた大きなガラス板がその上に乗っていて、褐色をした濁った液体の中に、二重あまり、すっぽんの卵みたいに、 ぶよぶよしたものが浮いていたそして異臭も腐敗した腹水から発していることが分かったそこで京丸を顧みて乗水が言った「この腐敗ガスには硫化水素の臭いが強いじゃありませんかガラス板の下の布も単緑色に変色していますぜたぶん犯人はこれから純水のガスを採取して」 それを膜脳に満たしたもので博士を殺したとでも確か思わせたかったのでしょう。けれどもあいにく硫化水素は患者の毒気といわれるほどで至るところに痕跡を残していくのです。それにたとえ純粋のものでも昨夜のような猛烈な濃漏にあっちゃあたまりませんよ。散逸する以前に何より水蒸気が吸収してしまいますからね。 さて、これから、かの子の目撃談を解剖しますかなと、のりみずは窓際に立って、しばらく中腰になり、ガラス板とにらめっこしていたが、やがて、幹事と微笑んで、腰を伸ばした。京丸医学士は、その様子をいぶかしがって、のりみずと同じ動作を始めたが、この方は単に、不審を増すにすぎなかった。 僕にはあなたが得たり顔をした理由がわかりません。疑問はいよいよ深くなる一方じゃありませんか。破れた幕能がないのですから。第一、不動した説明がつかないでしょう。それに、かの子が見た光というのがまた問題です。それがガラス窓越しに中庭の向こうから放たれたのだとすると、見た通りガラス板の後方は二人の城が着ている、 シュと六章色の布とで塞がっているのですからあのように真っ白に見える気遣いはないのですいよいよもって怪しい光はガラス板の周囲で起こったことになりますよ犯人は明白に我々四人以外の霧のような人物ですそれなのにどうしてあなたはその理由は他にあるのですよノリミズは静かに言っ で、こう言ったら、あるいは皮肉と考えられるかもしれませんが、かのこの目撃談が真実に証明されたからなんです。ねえ、京丸さん、その黒言がちょうど博士の絶命時刻に符号しているのでしょうですから、傘とした機体のようなものから結晶を作ってくれる媒材を発見した気持ちがしたのですよ。つまり、 精読の法則が使えるからです謎を持って謎を制すのですだが犯罪の捜査に弁償法は信ぜられませんな京丸は反駁した何より直角ですよあなたはなぜかの子を追求しないのですははははははところがかの子より以上の権疑者がいますぜ 何かの子以上の京丸は驚いて叫んだそれが京丸さんあなただとしたらどうしますねのり水はとどめを刺すように言った宣告あなたの実験室の棚の中からこんなものを発見したのですこのくの字なりの木片はご覧のとおりひきょらいきいわゆる ブーメランというおもちゃです。そしてそれをくわえている穴のある紙製の休憩は何でしょうかね僕は大体においてこの事件がわかったような気がしてきましたさああなた方は本島の方へ行ってしばらく僕を静かに考えさせてください3コスター聖書を暴く 博士をはじめ関係者一同が固唾をのんでいる席上へ乗水が現れたのは日没を過ぎて間もなくのことだったそして席に着くや静かに言った犯人がわかりました「コスター聖書のありかもですか?」さっと引き締まった空気の中でまるで殺人事件には関心がないかのよう かのこがはじめてコスター聖書のことを口に出した。その唇は鉛色に変わって、おののいているこめかみからは汗が糸を引き、その目には明らかにゼロのすばらしい行列を覆っている、いやしい欲求が燃え起こっている。さよう、コスター聖書もです。では、順序を追ってお話しいたしますが、ところで、 私を分析にまで導いてくれた鍵というのが何あろうかの子さん。実はあなたの目だったのですよ。と、騒然となった一同を制して、のりみずは語り始めた。いかにもあの目撃談は真実です。まさに怪しい発光が起こり、内部の膜能は動いたのでした。すると無論、その光の光源が、 ガラス板の付近にあれば、事実あの部屋に人間が潜んでいたか、それとも超自然の妖怪現象になるのですが、あくまでも実在性を信じたい私は、その光源をガラス板のはるか後方に持っていったのです。けれども、ガラス板の背後には、白が着ている主旦と六章色の衣装があって、それが障害になります。しかしこの場合は、 かえってその障害が、かのこさんの目にありえない不思議を映したのでした。かのこさん、確かあなたの目は、軽微な赤力色揮にかかっているのですね。それを、よくまあご存じで。と思わずかのこは、狂坦の色を発して、のりみずの顔を呆れたように見入った。しかし、のりみずは事務的に続ける。 ところで、生理学の術語にフューゲル彩色表という言葉がありますが、彩色した表面に灰色の文字を書いて、その上を薄い布で覆うと、色盲にはその字が消えていて読めないのです。あの場合がちょうどそれに当てはまっていました。つまり、一口で言うと、後方に起こってガラス板の中に入った光が赤と緑の布を通過しているのですから、 それを通した褐色の複水は、かのこさんの目には灰色としか見えません。したがって、中にある同じ色の膜の尾は消えてしまったのです。しかもそれがマッチの火で見た瞬語なのですから、ちょうど膜のが不動するような錯覚を起こしたのですよ。皆さん、こうして私はガラス板の後方に光るものを証明することができたのです。 さてその光源がどこにあったかというとそれはいくつかのガラス窓を隔てた金常博士の部屋だったのですそして則水がブーメランと紙製の球体を取り出したのを見ると京丸は顔を伏せ苛立たしげに爪を噛み始めた則水は続けて実はこの二つのものが博士の部屋の対岸にある 京丸市の実験室から発見されたのですが投げた手元に再び戻ってくるブーメランの性能を考えるとどうしても京丸市に疑惑をかけざるを得ませんそれにこのところどころ円空の空いた紙製の球体は花火の玉柄なのですよそうすると幕のに有毒気体を満たしたものを穴に詰めて玉柄には ごく力の弱い炎症を使いそしてブーメランにかませてそれを飛ばせたとすれば適当な場所で炎症の燃焼から飛び出した膜能がおそらく死因不明の即死を起こさせやしないでしょうかもちろん玉柄はブーメランに伴って再び手元に戻ってくるのですがその時の火花がいくつかのガラス窓を通って指導室のガラス板に映じたのです その瞬間京丸に向けて何やら含んでいそうな視線が一斉に注がれたが乗水には抑揚さえも変わらなかったしかしもう一歩進んでブーメラン特有の古戦飛行をとに袋の大きな古戦を考えると京丸氏の部屋を起点とするたやすい解釈が実に誤った悲壮な観察に過ぎないことがわかるのです それから、見取り図に枯線を描いて、のり水は説明を続けた。ご覧の通り、京丸市の実験室からでは、位置がちょっと8階になっているので、枯線のために臨室に打ち当たってしまうのです。また、炎症が直接火を呼ばないためには、導火線の長さも考えなければなりません。そうすると、 ブーメラン使用の犯行がすっかり行き詰まってしまうのですが、私はふとした思いつきで、袋が終わろうとする際に、もう一度飛来する力を与えたらと思いました。何もう一度まずみ博士は驚いたように顔を上げたが、その目をノリミズは冷ややかに弾き返して。つまり、折り返した時の。 大きな湖線の途中で、反対の方へもう一度、弾き飛ばす動力に思い当たったからです。その力が炎症の燃焼でした。そうなると、今度は起点が変わって、博士と同じ塔にある川竹の部屋になるのですが、まずブーメランを対岸の京丸市の実験室に飛び込ませると、その折り返した大きな湖線が、 金ね博士の部屋に入りますその時炎症が燃えたのですから幕能を排出した時の廃棄の反動でちょうどロケットのような現象が現れたのですですからその新しい力を与えられたブーメランは再び来た線を逆行して元の京丸氏の実験室の中へ飛び込んでしまったのですよそうなってみると 一体犯人が誰なのやら、とんと夢中をさまようの感じだった。現象的には解決の近きを感じるとはいえ、肝心な一名の名、それがノリミズの口から、いつかな容易に漏れようとはしない。要するにこれは犯罪を転嫁しようという行為なのですが、ブーメランといい、花火といい、 十分理学的に計算できる性質のものですから、この犯行には相当の確実性があります。使った有毒気体は、死体に生産死の兆候がないところを見ると、多分非化水素だったのでしょう。だが、ガスは散逸してしまうぜ。まずミ博士はもう一度反ばした。ところが 一瞬に床へ加工させたたもののがあったのだ。それにあの猛烈な濃ムさえなければねえ。と、のり水は皮肉に言い返してから。ところで、霧の中へ温度の違う気流が流れると、霧が2つに分かれる現象をご存知でしょうか。つまり、ヘルム・ホルツなどという偉い学者の名を使わなくても、水蒸気の壁と温度の相違が、 散逸を防ぐからなのですですから昨夜の濃霧は犯人にとるとこの上もない好機だったのですが幕能が破れて飛び出した非下水素は炸裂に際して起こる旋回気流が情報にあったためそれに押されて長い紐状となって加工していきましたそしてその一端が博士の尾行に触れたのですすると犯人は むろん川竹医学士です。ではその川竹を殺した者はところが川竹は自殺したのですり水は笑ったあああらゆる状況が点灯されてしまったのだ川竹のねじれた少年は自分の悲運を何人かにも負担させようとして実に驚くべき技巧を暗室しました あの探検は横手にある実験用ガスの光線から発射されたのでした。まず川竹は探検の柄を線の口にはめ込んでから、そこと元ネジまでの円管に小さな穴を開けて、その部分の空気を排気筒で抜いてしまったのです。そして元ネジには長型の一方に糸を結びつけ、片方の端を鳩時計の小さな扉の中にある 螺線に結びつけました。その螺線は1時間ごとに緩んで、緩んだときに小扉が開き、鳩が動くのですが、もちろんその仕事は、時間が来て、小扉が開く直前になされたと見なければなりません。すると、時刻が来て、鳩の出る扉が開くと、糸が押されてピーンと張るので、蝶型を引いてガスの線を開きます。そして、 真空の中に噴出するすさまじい力が口元の探検を発射させたのでした。しかし、計量器のネジが閉まっているので、噴出したわずかな量は瞬く間に散逸してしまいました。また、一方の糸は手元に引いた弾みに長型から抜けて、その後一時間の間に鳩時計の螺旋の中に収められてしまったのですよ。では、 やはり川竹が犯人だったのか。それにしても一体どういう動機でと同じような意味をずみ博士と京丸医学士とが目の中でささやき続けているうちにもみ水は舌を休めなかった。でその動機を言うと自分に金常博士を殺させた者が途方もない正体を表したからで。 それは言うまでもなくコスター聖書でした。川竹はようやくそのありかを知ることができたので、強奪を企んで金爪博士を殺したのですが、不思議なことにコスター聖書は自身を川竹に奪わせなかったのです。おおほほ。かの子が思わず強敵な編集を表し、テーブルの端をぎゅっとつかんだ。 いかにも川竹に続いて、私はコスター聖書の秘蔵場所を突き止めました。それには、無論あのカルタに示された、博士の謎を解いたからですが、あれは非常に他愛なく、こんな具合に解けていくのですよ。のり水は初めてタバコを取り出し、悠々暗号の解読を始めた。だいたいた モルランド足というのが八本足で、普通より三本多いのですから、その余った三という数字が、この場合、三字を控除せよ、という意味ではないかと思いました。そして、とつおいつの挙句、モンドの三字を除いて、さて残ったラとルとで、今度はラを左へ横倒しにしてみると、ちょうどその二つが、紙に書いたルの字を、 裏表から眺めた形になりましょう。これこそ、指導室の扉にある貸尺点のガラス画ではないでしょうか。また、スペードの女王は、そのどう向けても同じ形のところから、井戸の井という字の暗示ではないかと考えたのです。それで、ガラス画の貸借が指さしている床下を探ると、果たしてそこに自然の縦穴があって、 コスター聖書はその中から発見されましたそう言ってかの子に向き直りのり水は感じと微笑んだしかしその所有は明らかにあなたへ帰すべきですのり水のポケットから時価1000万円に値する気候本が取り出される刹那ははそらく歴史的な瞬間でもあったしまた 脅威と繊望とで息吐くものもなかったであろう。が、取り出されたものを見ると、一同は、あっと叫んだ。なんとそれが、聖書は愚か、似ても似つかぬ胎児のような形をした灰色の平べったいものに過ぎなかったのだ。彼の子は怒りを込めて叫んだ。お戯れはやめてください。さあ、早く。 コスター聖書をこれがそうなのです。金常博士はこの胎児のミイラをコスター聖書になぞらえたのですがその理由はというと相対の一方が押しつぶされてできる死刑胎児を単に他の美しい言葉と言い換えたに過ぎなかったのです。ミズは今にも泣き出しそうなかの子の顔を見ながら静かに言った。 三木絵さんに身ごもったのは相対児だったのですよ。ところで、巨弱な相対児は、片方が死ぬと残された方が健全に育つのですが、三木絵さんのもちょうどそれで、つまり一方の犠牲になったというのを、せっかく同時代に印刷機械を発明して聖書を作りながらも、グーテンベルグの後期のために闇の中へ葬られた。 不運ななコスターになぞらえたのですねえ皆さん金常博士と川竹医学士の生命を絶った者は実にこの一つの比喩に過ぎなかったのですよ。